名無駄炎上今後名無駄炎上今後名無駄炎上今後,今後えっ、ー、とちょっと落ちてしまいました続けていきます産業の義書昭満行義書えっ、ー、と本論の第一章のところに入りました えーとここの聖徳太子の見解のところから読んでいきます私の尺は少し異なりところで私聖徳太子の解釈はいささか異なる 初めの一行は王人の旦字後の一行は全く新人のんず。それは初めの第一下は王人をたたげえ次の第二下は全て新人をたたえるものである、えー、とつまり第一芸え如来の耐なる色心は世間に共に等しきものなり無比不思議なり このゆえに今教来仕立て祀るこれが第1、えー、で第二芸如来の式は無尽なり知恵もまた鹿なり一切の方は常住なりこのゆえに我帰えしたて祭る以上でございます、えー、それで次の第二芸はすべて信人をたたえるものであるえっ、ー、と第、えー、と初めの 注釈は第1下と第2下の前半が王神という風で残りが新人ということだったんですけど違うというわけですねはい、えー、続きいきます如来の式は無人なりとは無人とはこれ成就を言い新人の無式成就なるをたんず如来の式は 無人なりというのは無人すなわち尽きるものがないということは常住のことであるからこの句は釈尊の信心が色形を離れたものすなわち無色であり常住のものであることをたたえている。なんとなればすなわち既に色法をたれば理として婦人となさんやなぜならばもし シャクソンの身体が、えー、と消滅変化するものであるならばつまり死期であるならばですねどうして不人すなわち尽きないものと言えようかここでは不人尽きないものと説くのであるからシャクソンの信心が信心というのはまことの身体が色形を離れた常就なるものであるということは自明なことである。 すでに夫人というすなわちしきにして上重なること自らおのずから明らかなりえここまでですねごめんなさい故に如来の式は無人なりというだから如来の式は無人なりというのであるまた血をもって式となすとも有病またこれ王,子王式の元なるが故に式というとも言うべし また無人の知恵が色形となって現れるから色形ある仏の身体は無人であるとも言えよう。えー、また色形ある仏の身体は色形を備えるすべての人々に働きかける根本であるから如来の式は無人なりとも言えよう。 知恵またまたしかなりとはたしゅう新人の単じて無人常住なりと言う知恵もまたしかなりとはまさしく新人をたたえるすなわち新人は無人にして尽きることがなく常住のものであると説く一切の法は常住なりとは総じて新人の処方を言うなり すなわち、信心は無人にして、常住の、あごめんなさい、一切の方は、常住なりというのは、おしなべて、信心と呼ばれるあらゆる存在を言う。ここから三下に入ります、第三下。第三下の中身は、心の科悪と過ぎた悪、科悪とおよび。 えー、身の死守と合伏してすでに南北寺に至りたまえりこのゆえに法王を来し立てまつるこれが第三ゲ、うん、次の一行は下脱を炭ず次の第三ゲは下脱をたたえる心の科学といっぱいく三読しと身の死守とは違く次第なり心の 学というのは3つの毒,、えー、毒の心つまり虫歯ぼりと怒りと名茂ととんってことですかねと4つの天道の見解すなわち無情を情とみなす苦を楽とみなす不情を情とみなす、えー、不情汚いものがきれいだと、えー、無我を我とみなすとである身の死集というのは 次第すなわち治水・火風の4つの構成要素であるこの肉は3階内の四十地の悪を脱することを断ずこの肉は迷いの世界である3階のうちのすべての煩悩すなわち四十地の悪4つの住むところですね四十地の悪を下脱することをたたえているまた回数 えま,たまたかいす、またかいいいですか。またかい心の科学とは曰く三読、身とは曰く三泣、死守とは曰く口の死,守死悪、開いて重悪となし、三害内に接する悪の作ることを明かすと。 またある解釈では心の科学とはむさぼりと怒りと名茂との心の三悪とんじんちでありえ身とは摂政中途蛇院との身体でなす三悪であり四種四つのえ種類の種四種とは盲語両舌二枚舌と悪悪悪口とおべっか不器具ですかの口でなす四悪であり くし遺産の重悪となるつまり迷いの三害のうちのすべての悪を収め取っていることを明らかにするとすでに南北地に至るといっぱ南北地は曰わく金剛しんなりすでに南北地に至りたまえりの南北地というのは今後のように堅固な 本神である、ダイヤモンドは砕けない的なそれ間に刺繍あり一つには天魔、二つには煩悩魔、三つには恩魔、四つには島なりおよそ間には四種類があり一つには天魔、すなわち死を逃れようとするものを妨げるもの 2つには煩悩ますなわち人を死に至らせる煩悩3つには御恩ますなわち真人の全存在4つには島すなわち死そのものである言語神な天魔下道のために伏せられずかつ結悪気を尽きて煩悩まを下すただいまだ 行魔および消滅島を免れざるがゆえに南部地という金剛神は天魔や異教徒たちに敗れることはなくもろもろの束縛がすっかり清らかにのぞかれて煩悩魔を潜伏してしまうけれどもただ我々の石作用の魔と 消滅流転せしめ死に至らしめる間から免れることができないそれゆえに南北寺という一に曰く南北寺はすなわちこれ仏っなりとある説によれば南北寺とは仏の境界のことであるという心は 仏は島を非して仏することを売るが故に南仏寺という島といえども仏を合伏させることができないから南北寺というとああなるほどこの句は三崖三崖家の無名十字の悪を脱することを炭ず この句は迷いの世界たる3階の外にあって諸悪の根本とされる無明、すなわち真理に無知であることの悪から離れることをたたえているまたいわく「神の肉はうよ下だっと炭じ、下の一句はむよ下だっとたんずとそれである説では神の肉はうよげだつすなわち心の束縛から離れているが まだ身体を保っている状態の下脱をたたえ下の一句は無用下脱すなわち身体の体の死によって信心ともに束縛から離れた悟りの境地をたたえているとする「インツ作るをうよと言い「カーホロブルを無用と言う。 つまり前者の紆余というのは余りがあるというのは迷いを引き起こす煩悩の因が召したこと後者の無与余あまりがないというのは煩悩の因によって生じた苦しみの果を受ける肉体の召したことを言うえん、ー と先は四十字を離れることを断じて陰作るによりてか滅ぶことを明かし後は無名を離れることを断じてか滅ぶるを上げて陰滅することを明かすすなわち先の肉は四十地の四つの住むところ四十地の煩悩を離れることを褒めたたえており煩悩の陰が尽きていることを示して その蚊がないことを証明し後の一句は無名を離れることを褒めたたえており蚊がないことを挙げて因が召していることを証明するすなわちその実には並べて棒することは明らかなりだから実際には因もかも共になくなっていることは明らかである。 法運、法師のいわく、生じに二週あり、法運保守、法、え、師、ー、すなわち光沢寺法運、両代の三大法師の一人、えー、467年から529年、えー、法運、法師はこのように言う、生じに分断生じ、すなわち輪廻する凡部の生じと変逆生じ、変逆は変わるといううちに、 えと駅舎さんとかの駅ですね。変脈障子、すなわち輪廻を超えた生者,の生者の生児とがあるという。一つには分断障子、二つには変脈障子なり。これ今言った通りです。えー、ここに浸透一派、これ。変脈障子のか、科学とはこれ。変脈障子の因。 神とは分断生じの蚊死種とは分断生じの因なりここで言う心心とは変脈生じの蚊すなわち報いであり科学というのは変脈生じの因である心、身、えーね、体の心というのは分断生じの蚊結果であり報いであり 死守というのは分断障子の因原因である先は無名重置を断じて変脈の蚊は滅ぶことを明かし後は死重地を除きて分断の方滅することを明かす先の肉は3階の外の無名すなわち無知、えー、一切の煩悩の根,である根本であるところの無名 を断ずれば変逆障子のが結果が滅びることを明らかにし後の一句は三階のうちの四十一の煩悩を除けば分断障子のえー、と過法、まあ、結果が滅びることを明らかにしている故に合くすというなり なのので、で、えー、というのである。すでに南北地に至るとは煩悩の地をくすることに主に入れずすでに南北地に至りたまえりというのは煩悩が知恵をくらます場合に2種類ある人にはうーんこれは何でしょう 冴えてですかね。一つには冴えて発想を見ざらしめ2つには感じて無情ならしむ1つには煩悩は本於のえちゃ万,万有のありのままの姿を人々に見せないようにすること2つには万有を見誤って無情であると監督すること。 混合心を懲りて枠を断じてここにつきなば発想を証券して枠類を免る故に南北寺というもしも金剛心が生じてすべての煩悩を断ち切れば万有のありのままの姿を明らかに見もろもろの煩悩の束縛から免れることができるそこで南北地というのである。 しかれども今後真の位はなお煩悩ありて蚊の心を感じて感じ起こりて無情を免れず軽いなおあり故に深ぶくと言わざるなりつまり煩悩にとらわれる限り無情を免れることはできずとらわれによる報いが生ずるだから「くすべからず」とは言わないのである。 すでにのげんなすぐるなりすでにというのはすぎるということである今後真のすぎてぶっちに足りなば無情消滅と免れて軽い滅び因が並べて滅ぶるが故に下駄というと 心の獲得の段階を過ぎて仏地仏の境地に至れば無情消滅の身を免れて惑いも滅する惑いの因も原因も結果も共に滅んだ時に下脱というのであると私の意は少し異なり 心に南北とするところはただこれ恩馬と島となりしかしながら私聖徳太子の見解はいささか異なるそれは金剛心にとって福し難いものは御恩御馬と島とである如来はすでにこの二京をすぐるがゆえにすでに南北寺に至るという 仏はすでにこれら二つの境界を超過している。それゆえに既に南北寺に至りたまえりというのであるこのゆえに「鳳凰を来し建て祭る」と言っぱう堪能決するなりこのゆえに「鳳凰を来し建て祭る」というのは称える言葉を結ぶ句である。 次の1行は般若を炭ず第3に次の第4下は般若すなわち悟りを得る知恵をたたえている一切の二円の知り知恵心自在なりと一派二円を漁には血もという一切の二縁を知り知恵の心自在にしてというのはそのうち二円、えー、この二円というのは処知知るところですね 知恵によって観察される対象二円というのは漁の代漁時代の注釈者は知も、知恵の母と訳している地元はいわく寝台の京なり空は地を正ずるのもとなるがゆえにもとす知もというのは 観察,の観察の対象とされる究極の真実すなわち身体をいうさ,さて空想なるものはその対象を観察するところの知恵を生ずる根本であるから母と称する。 空はすでに無意なり、諸将の知恵なるがゆえに自在なりこの空章は消滅変化のない無意のものでこのような空知を身につけた仏は自由自在の働きを持つこの肉は空知を炭ずそれゆえにこの肉は空知をたたえているのである一切の本を生じしたものとは曰くの 新者な,なるを称して照らして万行を生じするなり一切の法を生じしたまえりというのは「う」すなわち千差万別のあらゆる存在を照らしてすべての対象を収めとることを言うこの一句は「うをたんず」。 だからこの一句は仏が存在の世界すなわち「う」において表す知恵つまりうんえつまり仏の「うち」えーと「ある」という知恵を称えていると言えるしかるに世帯もまた用地を生ずれども ただちを生ずることでつなるがゆえに物名を与えず最も一般の人々の間で受け取られている真実すなわち世帯属体、えー、まあ身代属体ですかによってもあ世帯ですねごめんなさい世俗体のことですねによっても知恵を生ずるがそれは究極の真実すなわち身体に比べて知恵を生ずることが劣っているから母とは名付けないのである一言に湧く 神の肉はえと実地を炭じ、下の肉は方便地を炭ず。ある解釈ではこのように言う神の肉は真実そのものの知恵すなわち実地をたたえ下の肉は真実の働きとしての知恵すなわち方便地をたたえる二縁とはすなわちこれに対なり そして2円とは身体と属体との2体が知恵を生ずることができるからそして2円とはすなわちこの2つの体である幼稚、えーを,えー、を生ずるがゆえに通じて地元生すそして2円というのは身体属体2体が知恵を生ずることができるから ううんと、と体をチモというのである。知恵心自在なりといっぱすなわちこれに対応照らすこと文明にしてほしいままなり知恵の真自在にしてというのは仏が身体俗体二体の道理を明らかに照らして思いのままに説くということである。 下の句の一切の方を生じすといっぱいを方便のもって主情を生じして決して善の生ぜしむることを明かすと下の一句の一切の方を生じしたまえりというのは仏がさまざまな手立てすなわち方便をもって人々を漏らさずに狂気し 悟りのための善を生ぜ占めることを明らかにしているこのゆえに今京来したてつるとはまた丹の消すこのゆえに今京来したて祀るというのは仏を称える言葉を結ぶ句である大師に次の一行の下は総じて丹ずみるべし 次の第五偈は仏の徳をまとめて称たたえている。経文を見るがよろしい。えー、また突き放してきました。えー、第四偈は一切の、えー、ごめんなさい。第五偈ですね。第五偈は少量過ぎたる法に徴来し、昼いなきに徴来し、無辺 方に到来し、難主義に到来したで祀るですね。え、こっからそれではここまでね。さっき続けてやりたかったんですけど。